どうもなおちんです。本日も妖怪ウォッチ1やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日は最強ヒーラーランキングやっていきたいと思います。最後の方になると使うヒーラーって大体決まってくると思うんですよ。でもランキングにするとこんな感じかなっていうことで作っていきます。それでは早速行ってみましょう。このランキングは個人的な意見が入ります。ご了承ください。それでは最強ヒーラーランキングトップ5第5位からいきましょう。第5位は最高潮です。最高潮ランクは A なんだけども S ランクの聖おかんよりも使えると思います。それなぜかっていうと、まずは必殺技だね。必殺技。最高潮は全体の回復なんだけども、聖おかんは全体を徐々に回復させる。これがね、緊急時にはもう全然最高潮の方が使える。で、さらに、スキル。敵の取り付くが効かない。これも結構嬉しい。かなり嬉しいスキルになってます。で、さらにもう一つ。こいつの取り付きなんだけども、全ステータスアップさせるので、誰にでも使っていける。それがね、まあ第5位として評価したところではないでしょうか。確かに、回復量、極楽の術の回復量で見ると、最高潮より、聖おかんの方が上なんだけども、まあ全体的に見ると、こっちの方が上ではないでしょうか。はい、そう思います。第5位、最高潮です。それでは続いて第4位。第4位は、アゲアゲハです。4位、5位と同じような妖怪が続きますけども、アゲアゲハが第4位です。まあ、最高潮と似てるところもいくつかあります。まず、スキル。取り付きが効かない。だね。このスキルは地味に強い。そして、必殺技。全体回復となってます。ここはね、第5位の最高潮と一緒なんだけども、違いは取り付き。取り付きで HP 回復、徐々に回復するっていうのを入れるので、ヒーラーとしての格はこっちが上なのかな、と思います。まあもちろん、ステータスが高いので、極楽の術の回復量はこっちの方が上、ということになりますので、第4位、アゲアゲハです。それでは続いて第3位。第3位はイケメン剣です。ここでレジェンドイケメン剣が登場しました。スキル、これが強い。ただヒーラーとしてのスキルではないよね。モテモテいるだけで敵が仲間になりやすくなる。これめちゃくちゃいいんで、とにかく入れておけばいいんですよ。パーティーに入れてさえいればどこでも活躍できる。もうとにかく活躍できるので、これはね、俺は入れるべきだと思います。まあヒーラーとしてももちろん有能。極楽の術での回復量も高い。で、そして必殺技も全体の回復。で、さらに言うと取り付きでも徐々に回復を入れれるので、間違いない性能となってます。まあ、本当にね、まあ、後の方になると、妖怪集めとかが、もう主体になってくると思うので、もうこのイケメン剣、ほぼほぼ入れててもいいと思います。第3位、イケメン剣です。続いて、第2位、いっちゃいましょう。第2位は、シン・オバーです。シン・オバー第2位ですね。まず、スキル、お祈り。まあ、これは、使えるヒーラーには多いスキルなんだけども、隣にいる妖怪の HP を少しずつ回復する。これは地味に嬉しい。そして、このシンオーバーの一番いいところは、必殺技、です。死んだ仲間を生き返らせる。これが本当に強い。生き返らせて、さらに回復までできるっていうことで、この新オーバーは入れるべきでしょう。そして、取り付きもいい。取り付きは
守りダイアップ、これはどこにいても活躍できるよね。第2位はこれ間違いないでしょうね、新オバーです。それでは第1位に来ました、行ってみましょう。第1位は花坂 G です。レジェンドの花坂 G、 多分皆さん間違いないなと思ってると思います。俺も間違いなく花坂 G がナンバーワンだと思います。まずスキル、お世話、隣にいる妖怪の HP を少しずつ回復する、これはねヒーラーとしてはすごく嬉しいスキルとなってます。そして必殺技、必殺技、これはね新オバーと花坂 G 二人だけしかない技だと思うんで、必ず入れた方がいいです。仲間を生き返らせる、そして回復させる、だね。このスキルは間違いないです。で、極楽の術での回復量も高い、そして花坂 G が一番いい、これがね取り付きなんだよね。取り付きで素早さダイアップ、この妖怪ウォッチ1で一番重要なステータスって俺素早さだと思うんだよね。素早さが、とにかく重要なゲームなので、この取り付きでダイアップさせる、でさらに回復も完璧にこなしてくれる花坂 G、 間違いなくダントツの1位だと思います。はい、ということで最強ヒーラーランキング、皆さんの想像した通りだったでしょうか。俺はこういう感じが1位から5位だと思います。ということでまたやっていくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。